岡市葵区内巻山里です。水で出したいいお茶をワイングラスで飲む、その楽しさを広めようとしている人たちがいます。香りと旨味を楽しむ贅沢な飲み方です。イエーイ、島原の日。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。静岡市葵区内巻の森内さんの茶畑です。国際的な品評会でいくつも金賞を取った手摘みの最高レベルのお茶を作っています。グラスにお茶を入れ水を注ぐだけです。この飲み方を広めようとしているのは太田めぐみさん。茶工場の中に立ち込める香りを香水にするビジネスを立ち上げた人です。山のお茶を作る農家を応援しています。森内さんが育てたさえみどり、優しく甘みが出るのが特徴です。冷茶ですと香りが立ちにくいんですがね、こういったワイングラスで飲んでいただきますとね、結構強く感じていただけるんじゃないかなと思います。甘みが伝わってきますね。まあ、40代から50代の少しおしゃれな中年の方たちに本当のお茶の美味しさをもう一度味わっていただきたいなと思って、至福のひとときを味わいたいと、いいと思います。静岡市清水区両郷地区です。太田さんが期待をかけている人がいます。片平二郎さんは31歳、若い茶農家です。かぶせ茶といいまして、玉露の手前ですね。玉露の手前、お茶の新しい楽しみ方を探してきた片平さんにとっても嬉しいチャンスです。すごい香り。玉露の旨味と煎茶の涼しさが合わさった味です。美味しい。すごい甘い。横に広がる静岡のね、お茶の香りを世界に届けたいと思ってます。ジャズを聴きながらこのお茶を味わうイベントを開きます。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。